箱入り娘はスライディングブロックパズルの一種である。木でできたコマを動かして、特定のコマを外に出すのが目的の一人遊び。小さな容器の中にコマが敷き詰められており、その中のコマは隙間が開いている場所に水平へ移動させることができる。コマは娘、父親、母親など家族に関係がある文字が書かれており、初期状態で一番上に配置されていた。 娘の駒だけを下の隙間から外に出すのが目的。箱入り娘の名称は一番奥に娘の駒があり、家族が大事に娘を包んでいるように見えることから。また、駒の種類によっては、家族の駒ではなく、将棋の絵柄や他の絵が描かれているものもある。このパズルは以下の要素で構成される。通常、大駒は、 上辺中央に置かれ、それを下辺中央の穴から出すのが、パズルの目的になる。箱の下辺に穴がない製品もあるが、その場合、大ゴマを下辺中央に移動させることが目的となる。初期配置はいろいろあり、難易度及び最小手数が異なる。一般的に、長方形駒が4個より5個の方が難しい。上辺中央は大ゴマ、下辺中央の2マスは空きとして、 残りの部分に長方形ごマ、小ごを配置したとき、多くの場合に回があるが、いくつかの配置では、回がない。一般的な初期配置は、渦の通り。これは81手の回があり、やや難しい配置である。蒸気画像のように、娘とその周辺を文字にした図柄が有名であるが、それ以外にも、チェス、トランプ、将棋のコマ、人物などの種類がある。無地のものも多い。 娘を使っているものでも、周辺のコマが、下男、下女、番頭、デッチなどになっているものもある。箱入り娘といえば、同じ構造を持ったこれらのパズルすべてを指す。英語では、クラーキと呼ばれる。ルイス・ダブハーディは、ペナントパズルの名で1909年に商標を登録し、1907年にはすでに特許も出願している。 イギリスでは同様のパズルが1932年に特許出願されており、フランスにもアカロバと呼ばれる同様のパズルがある。日本で流行し始めたのは昭和10年代のことである。中国ではカヨウミチと呼ばれ、1940年代後半以降に広く知られるようになった。各ブロックの名前が三国史に由来するパズルとなっており、娘にあたるブロックは そうそうとなっている。ありがとうございます。